皆さん、こんにちは。歌手の門倉ゆきさんが2024年6月6日に乳がんのため亡くなりました。彼女の人生は波乱万丈で、多くの困難を乗り越えてきました。ここでは彼女の生涯、失踪事件の真相、そして現在の生活について詳しくご紹介します。門倉ゆきさん、本名は村越光恵さん。1973年12月1日に福島県須賀川市で生まれました。幼少期から歌が大好きで、3歳の時に初めて西田幸子さんの「アカシアの雨が止む時」を歌ったそうです。彼女の実家は酒屋で、酒屋の倉庫で両親からもらったカラオケセットを使ってよく歌っていたそうです。高校時代には甲子園常連の野球部のマネージャーとして活躍し、甲子園出場も経験しています。門倉さんの音楽キャリアの始まりは、1990年17歳の時に受けた日本コロンビアの新人歌手オーディションです。彼女は全国大会まで進んだものの、惜しくも落選してしまいました。しかし彼女の才能に目をつけたプロデューサーの坂井博邦さんに声をかけられ、レッスンを受けることになりました。これがきっかけで彼女の歌手としての道が開かれました。1994年にかもめでデビューした後、彼女のキャリアは順調に進みました。1996年には女の魚歌が大ヒットし、 NHK 新人歌謡コンテストでグランプリを受賞。同年には第47回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。門倉さんはデビューからわずか2年で日本の音楽シーンにおいて重要な地位を確立しました。また1998年にリリースした「ノラ」は約80万枚の大ヒットを記録し、現在でもカラオケランキングの上位をキープしています。彼女の音楽キャリアは華やかでしたが、その背後には多くの苦難と挑戦がありました。門倉さんは自身のブログで乳がんを公表し、闘病生活を送りながらもステージに立ち続ける姿勢を見せました。彼女は2019年に乳がんを公表し、その後も歌手活動を続け、デビュー30周年の今年5月22日にはアルバムを発売したばかりでした。彼女の強い意志と情熱は多くのファンに感動を与え続けました。門倉ゆきさんのキャリアには、1994年のデビューからわずか半年後に起こった失踪事件という大きな出来事がありました。当時彼女は福岡の KBC 新人音楽祭で最優秀新人賞を受賞する予定でしたが、これをすっぽかしてしまい、失踪騒動に発展しました。事務所は交際相手の下で休養していたと説明しましたが、実際には彼氏に監禁されていたことが後に明かされました。中学生の頃からいろいろなオーディションを受けていた門倉さんは、中学3年生の時に受けたオーディション会場で同じ年齢の少年と出会いました。同じ夢を抱く2人は意気投合し、高校を卒業後に上京して同棲を始めました。しかし彼女のデビューが決まり、デビュー曲が異例の大ヒットを記録したことで彼氏の性格は豹変、嫉妬心から束縛がひどくなり、最終的には DV に発展しました。1994年10月1日、仕事に行こうとする門倉さんを彼氏は包丁で脅し、そのまま家に監禁しました。約1週間の監禁生活の後、彼氏の外出を見計らって逃げ出し、公衆電話から家族に助けを求めました。しかし、この事件は警察に訴えられることはなく、マスコミには失踪、駆け落ちとして報道されました。22年後の2016年4月15日に放送されたテレビ番組「爆報ザ・フライデー」の中で、彼女は失踪していたのではなく実は監禁されていたと激白しました。この事件により彼女の精神状態は大きな影響を受け、そんな門倉さんは乳がんを公表し、5年4ヶ月間にわたり闘病生活を送りながらもステージに立ち続けました。しかし2021年12月から体調不良で活動を休止、今年はデビュー30周年でもう一度ステージに立つために治療に専念していましたが、2024年6月6日に永眠しました。彼女はデビューから30年間
多くのファンに支えられてきました。次は彼女の音楽事務所からの公式発表です。弊社所属の歌手門倉ゆきが2024年6月6日午前5時30分乳がんのため永眠いたしました。これまで応援してくださったファンの皆様、関係各社の皆様の生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。昭和48年12月1日生まれ、享年50歳。1994年2月23日かもめでデビューしてから支えていただいた関係者の皆様、温かいご声援をいただいたファンの皆様、そしてここまで門倉ゆきの治療をサポートしていただいた医療従事者の皆様にこの場をお借りして心よりお礼申し上げます。30年間門倉ゆきを応援支えていただいた皆様、本当にありがとうございました。彼女は闘病生活を送りながらも歌手としてのキャリアを続け、多くの人々に感動と希望を与え続けました。彼女の音楽は今もなお多くの人々に愛されています。門倉さんはデビューから30年間多くのファンに支えられてきました。彼女の音楽は彼女自身の人生と同様に多くの人々に影響を与えました。彼女の闘病生活中、彼女はステージに立ち続けることでファンに希望と勇気を与えました。彼女の最後のアルバムは彼女の音楽キャリアの集大成ともいえる作品でした。そんな門倉ゆきさんは50歳で結婚はしておらず、彼氏もいないようです。彼女は45まで、いや遅くても50までにはいい人と出会いたいなぁと語っていましたが、その願いは叶わなかったようです。現在は8匹の猫と共に暮らしており、小動物介護士や小動物看護師の資格も取得しています。彼女の猫好きは非常に有名で、猫専門のペット共有型マンションに住んでいるほどです。彼女のブログには未発表曲恋猫のデュエットや猫たちとの生活について書かれていました。彼女は小動物看護師と小動物介護士の資格も取得し、猫たちとの生活を楽しんでいます。彼女は猫との生活を非常に大切にしており、特技は猫の鳴き声の真似だそうです。門倉さんは彼女の猫好きが高じて資格まで取得するほどの愛猫家です。彼女が暮らすマンションは猫専門のペット共有型マンションであり、他の住民も猫好きが多く、住民同士の交流も盛んです。彼女の生活は猫たちとの時間に満ち溢れており、彼女にとっての大切な癒しの時間となっていました。彼女は2016年には元 NHK アナウンサーの宮本龍二さんとデュエットで三木隆さんの未発表曲恋猫をリリースしました。また彼女のブログには猫たちとの生活やデュエットについての情報が掲載されています。彼女は猫たちとの生活を非常に楽しんでおり、猫との時間を大切にしています。彼女の生活は猫たちとの関わりによって豊かになっており、彼女の癒しとなっています。いかがだったでしょうか。彼女の音楽は彼女の人生と同様に多くの人々に影響を与え続けるでしょう。彼女のご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。